さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、夏に美味しいお野菜、お茄子とトマトを使って、めちゃくちゃ簡単でね、しかもすぐに作れるキーマカレーを紹介させていただきます。そして今回はなんとね、キーマカレーって普通はひき肉を使って作るんですが、このひき肉の代わりに栄養価たっぷりで大人気のね、サバ缶を使って、サバ缶キーマカレーにしました。ほんとね、トマトの旨味がギューッとね凝縮されて、お茄子もトロトロになってむちゃくちゃ美味しいです。もう普段お使いになるようなね、家にありそうな調味料だけで簡単に作れますんで、お子様も大好きな味だと思いますんでね、ぜひ一回作ってみてください。マジうまいっす。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらお茄子1本とトマト1つです。そしてこちら、あのサバ缶なんですが、カレー風味のね、美味しく煮込まれたサバ缶を使います。こちら業務スーパーさんで買ってきました。内容量は 190g です。はい、こちら味付けはウスターソースが大さじ1杯、カレー粉小さじ1杯、そしてチューブタイプの生姜とニンニクをね、少しずつ使います。材料は以上です。はい、まずはお茄子ちゃんね、まあ、ヘタは取り除いていただいて、今回ね、コロコロっとした状態に切り分けてください。そうね、縦に4等分ぐらいに。はい、まずはこんな感じで切り分けます。そしたらね、こちら細長く切り分けてください。もう適当で構いませんのでね、こんな感じ。あとは小口からポンポンと切っていけば、コロコロっとしたサイコロ状がたくさんできますので、まずはこの状態にすべて切り分けたらね、これからフライパンで炒めていきますので、そちらの中にもすべて入れておいてください。お次はトマト。こちらもね、お茄子同様、コロコロっとしたサイコロ状にすべて切り分けてください。まあ、あんまり大きさとかね、こだわりないんで適当で大丈夫です。とりあえずコロッとしたサイコロ状に切り分けましょう。そしたらこちらトマトの方もね、切り分けたら、先ほどと同様フライパンの方にね、お茄子と一緒に入れておきます。はい、こんな感じのサイコロ状で OK。はい、トマトもドバッと入れちゃいます。そうしましたら、ここへウスターソース、カレー粉も全て入れます。そしてチューブのおろしにんにく、まあ1センチぐらい、生姜も同じく1センチぐらい。はい、そしてね、こちらこのサバカレー風味ね、こちらを開けていただいて、このね、煮汁だけを全て入れてください。まずは煮汁だけです。これがね、もうむちゃくちゃいい感じの味がついてるんで最高。ここまでできたら加熱して炒めていきます。はい、こちらね、中火ぐらいで温めながら、ゆっくりで構いません。全体的にね、混ぜながらじっくりと炒めて、全体的に火を通してください。このトマトの水分とかね、さっきのサバ缶の煮汁、こちらがほとんど煮詰まってなくなる直前まで中火でゆっくり混ぜながら炒めて、しっかりと火を通していきます。はい、こんな感じですね。まあ、だいたい5分ぐらいね、ゆっくり混ぜながら中火で炒めると、もう水分が飛んでトマトがトロトロに溶けてね、こういう状態になってきます。こう全体的にトロッとした状態。そしたら仕上げ、サバ缶を加えます。はい、そしてこのサバの身をちょっと砕きながら、全体的に混ぜ合わせて絡める感じですね。このサバの身がね、残りの余分なこのトマトの溶けた水分も染み込んで、もうコテッとした状態になってきます。もう元々カレー味がついてるんでね、何の心配もいりません。はい、こんな感じね、全体的にサバ缶が馴染んでまとまれば OK。あとはこいつをご飯にドカッとのせてね、一緒に食べるだけでめちゃくちゃうまいです。はい、熱々白ご飯を盛り付けたら、
しっかり煮込んで味をね、なじました。ナスとトマトのね、サバキーマカレーたっぷりのしちゃいましょう。うー、うまそう。はい、仕上げはやっぱり卵黄ちゃん。はい、これで完成。めちゃくちゃ簡単でね、スパイシーで美味しい、ほんと夏におすすめのサバ缶キーマカレー、ぜひお試しください。それでは、今日もポーチャできます。うん、うまい、最高、間違いないっすわ。ほんとね、トマトがね、ええ感じに煮込まれてるんで、甘みとうまみが増してね、お茄子もトロトロ。やっぱね、もともとカレー味がついてるサバ缶を使うんでね、もうめちゃめちゃ美味しくて簡単。しかもね、少し加えたウスターソースやカレー粉のおかげで、もうめっちゃスパイシーになってるんで、これほんま夏におすすめで。うん、うまい。いや、マジトマトの旨味が増してますわ。ほんまこれ簡単に作れるんでね、あの業務スーパーさんに売ってますんで、サバ缶のカレー味買ってぜひやってみてください。ほんまうまいっすよ。もうガンガン食えちゃう、大満足。いや、ほんまいっぺん作ってほしいっすわ。うますぎ。